ホワイトチャペルは2006年にテネシー州ノックスビルで結成されたデスコアバンドである。バンド名はイングランドのロンドンにあるホワイトチャペルに由来するが、この場所は連続殺人鬼、切り裂き、ジャックの犯行現場としても有名である。2006年2月、フィル・ボーズーマン、ブランドン・ケーグル、ベン・サベッチによってテネシー州ノックスビルにてホワイトチャルプルを結成。 そこへ、ギタリストのアレックス・ウェイド、ベーシストのケーブ・クリスプ、そしてドラマーのデレック・マーチンが加わった。2007年、キャンドルライト・レコーズとシージ・オブ・アミダ・レコーズに契約。同年、キャンドルライトとシージ・オブ・アミダ・レコーズより、デビューアルバム、ザ・ソーマティック・ディファイルモントをリリース。さらに、同年10月には、シージ・オブ・アミダ・レコーズから、メタルブレード・レコーズへと移籍。 2008年、メタルブレードレコーズより、セカンドアルバム、This is Exile をリリース。この作品には、ザレッドコードのガイ・コゾーックがゲスト参加している。また、この作品はビルボードで、最高118位、5万5000枚以上の売り上げを記録した。2010年、メタルブレードレコーズより、サードアルバム、A New Era of Corruption をリリース。この作品には、 デフトーンズの血の漏れのザ・ケイ者ストレインのヴィンセント・ベネットがゲスト参加している。また、この作品はビルボードで最高43位を記録した。同年、ドラマーのケビン・レーンが脱退し、ベン・ハーカラードが新しく加入した。2011年、メタル・ブレード・レコーズより、新曲のセクション8やパンテラのカバー曲などを収録した EP、リー・カープテッドをリリース。年、 メタルブレードレコーズよりセルフタイトルとなるホースアルバムホワイトチャルプルをリリース。このアルバムはビルボードを200にて初登場47位を記録した。また日本版には前日の EP リーカーアップテッド前後曲がボーナストラックとして収録されている。2013年メタルブレードレコーズよりデビューアルバムザ・ソーマティック・ディファイルモントのリミックスリマスター版をリリース。 2014年、メタルブレードレコーズより、フィフスアルバム、Our Endless o をリリース。このアルバムは、ビルボードを200にて初登場10位を記録するという、バンド史上最大の快挙となった。2016年、シックスアルバム、マーク・オブ・ザ・ブレードをリリース。このアルバムより、クリーン・ボーカルが導入された。2017年、初来日を果たす。8月には、 ドラムのベン・ハーガラードが脱退。2019年にはセブンスアルバムザ・バレーを発表。2021年にエースアルバムが発表される予定である。 h t t p g e k i r o c e k c o m スラッシュインタビュースラッシュ二0 1 0スラッシュ06スラッシュ w i t e c h a b e l p h p h t t p g e k i r o c e k c o m スラッシュイン w スラッシュ2 0 1 a スラッシュ6スラッシュ w h i t e c h a p e l.php ハット http コロンスラッシュスラッシュ m e t a l b l a t e j a p a n コムスラッシュ w p スラッシュページ id イコール69 rt ネムイコールホワイトチャルプルハット http www. ブラバーマウスドットネットニュース ホワイトチャルプルニューアルバムランズオンビルボードチャート http コロン,ンスラッシュスラッシュ m e t a l b l a d e j a p a n c o m スラッシュ w p スラッシュページ id イコール68アンドキンバミイコールウシマイナス1314 http www. ブラバーマウス u s e ネットニュースホワイトチャルプルズアワーエンドレスオークラックス us トップマイナス10 ホワイトチャルプルパートウェイズウィズドラマーベン・ハーカラードメトルサックス2020年12月7日閲覧ホワイトチャルプルヘデッドツーザスタジオフォーニューアルバム THEPRP.com2020 年12月7日閲覧ありがとうございます